はい、皆さんこんばんは、ベンチャンネルです。今日はね、仕事帰りに100均ショップ2箇所行きました。まずね、セリアさんの方、これわかるかな、取ってみよう、ね、火起こし器。まあこの中に、まあなんつうの、炭とか入れて火を起こす容器なんだけど、取っ手がついてね。これ1個しかなかったの、うちのところのセリアさんに。まあ一応今回のは火起こし器として自分は使わないんですよ。これとあともう1個の100均、キャンドゥさん、キャンドゥさんで、こちら流し台ゴミ受け。まあね、排水口の時のあそこかな、流しのところの蓋、この2つなんですけど、まあ自分はこの火起こししなくて、なんていうのかな、この中にまあステンレス皿でも何でも置いてさ、固形燃料やら、あとはアルミ缶で作った、なんつうの、アルコールストーブ、燃料系アルコール入れてアルミ缶の中にで火でマッチとかさ、ライターで燃やしてさ、まあ、二次燃焼して燃やすやつ、まあ、この中に入れて、で要するにこの上の穴開いてるところをさ、この流し台ゴミ受け、ここを上に挟めればさ、ここに挟めればさ、なんつうの、ごとくっていうかさ、この上で焼けそうな気がするんだよ。うん、この上のなんつうの、排水口流し台のやつ、ゴミ受けは、うん、本体はステンレススチールだからね、このままむき出しだっていいよ。この中に今ね、炭でも固形燃料でも、まあ自分がやろうとしてるアルミ缶で、アルコールストーブ、まあ下からさ空気穴が入ってさ、まあ上にね、上がる煙突効果。まあ要するに、本来はこれは炭起こしの、炭火の起こしの、あれだからね、木だからね。うん。まあその流れで、ちょっとできないかなと思ったんですよ。うん。まあごとく代わりっていうかさ、まあこれをさ、反対にしてもさ、なんか、こうやってさ、ミニ鉄板とか置けるよね。まあ下の方が、まあなんつうの、ここに固形燃料とかさ、まあアルコール置いて、この中でだけど、下側がさ穴開いてないじゃん。その場合はさね、電動ドリルなどでさ、ここの下の方何箇所かここに回りさ、穴開けて空気穴を通して下から上に行くって感じのこともできるよね。うん、だけどちょっとめんどくさいからさ、穴開けのさ、まあ通常のこういう風な火起こし器のバージョンで、なんかこの蓋みたいな感じで合わないかなと思った、探しに行ったら、まあキャンドゥさんの100均コーナーに、まあ流し台ゴミ受け、このステンレススチールがなんかちょっとゆるゆるだけど合うかなと思ったんで、とりあえずさ、まあ今日はさもう夜中なんで、なんつうの、燃やしたりの作業はしないんだ。ただはめられるかなと思って、ちょっとこっちの流し台ゴミ受け、こっちはもうね、ここ横剥がさなくてもこっち空いてるから、ちょっと流し台ゴミ受けの方を剥がしてみようと思います。ちょっと待ってね、はい、剥がしました。とりあえず流し台ゴミ受けは皆さん分かっている通り、流し台の排水口のところに、ここに、こうってはめて、こっからジャーって、ね、まあ、ここにさ、くず野菜とかゴミがさ、溜まって、まあ、こんなのついてんだけど、このものを取って、で、剥がして、三角コーナーとゴミに捨てるとこ、やつなんだけど、まあ、これも取ってあんの便利だよね。とりあえずは、この、火起こし器、セリアさんで買ってきた、炭火火起こし器、これの上に、これが、はまるか。
とりあえず今回はこれだけなんですけども、やってみようと思いますね。じゃあやってみましょうか。じゃあここにこれの要するにね、火起こし器に上側にこのキャンドゥさんで買ってきた流し台ゴミ行きがこの部分がはまるかどうか、とりあえずやってみますか。どうやってやるか、こうやるあれかな。やってみますよ。あー、いいんじゃないのこれね。ちょっと上に上げるよ。もうちょっと画面見づらいよね。この辺だったらいいかな。上げるよ、取って、はい、入れますよ。はい、スムーズ、ぴったりだね。横にする、こう真正面がいいかな。離すよ、こんな感じ、入れますよ、こうまっすぐにします。あ、ちょうどいいね。なんか焼肉屋さんっていうかさね、こんなようなあるよね。そしたらさ、この中にさ、焼肉屋さんでこの中に、この中に炭入れてさ、上にさ、こういう風な焼く皿みたいの置いてる、ね、ある焼肉屋さんみたいな感じだね。そうすればさ、まあ、まあ、俺の予想だけど、下にさ、焚き火シートとかさ、うん、そんなようなシート敷いてさ、うん、ステンレスのこういう四角い皿。で、ね、まあ、もっと安全なら、焚き火シート敷いて、自分がいつも使ってる、折りたたみの四角いカゴでもテーブルでもミニテーブル、その上にステンレスのこういう四角い皿の上に、ね、この火起こし器とこの流し台ゴミ受けがこうにあってさ、ね、でこの中にはさ、まあ、燃える燃料、炭でもいいし、うん。自分はあんま炭使わないんで、なんつうんかな。デザートのちっちゃい皿、平皿、丸い皿に、丸い固形燃料を上に乗せて、それで着火する方法か、ちょっとちっちゃい、なんつう、深さっつうかさ、高さがあるところに、燃料、アルコールを、ちょっと入れて、まあ、もしくは自分が作ったアルミ缶で作ったアルコールストーブに燃料系アルコールを入れて、まあね、ライターなどで着火して、そうすればね、何にも空いてなくて、何にも空いてない状態だとね、燃焼しないんで、これだったら火起こし器っていうもう名前の通りなんで、下からね、煙突効果、下から上に空気が入ってくるから燃えるよね。うん、これでまずもう固くで、それで五徳の状態になってるしさ、燃えるストーブので、それにさ、まあ簡易的にこういう風なあればさ、流し台ね、そうすればさ、ちょっとソロ用で一人用でさ、この網目でさね、下から上に空気が流れるから、だから炎もさ燃えるじゃん、焼いて、だからこの上の小皿とこに、まあ焼肉とか、まあちっちゃく切ったようなのしかできないけどね、それをね、作れるよね、焼けるよね、美味しく、なんか便利だよね、この火起こし器も。でさ、とってもちゃんとこうね、終わった後こうやって持ち上げてさ、できるし、この火起こし器もさ、もともともこういう風なクッカーつうのみたいな、こういうハンドルみたいなのでさ、こうやってさ、はいってこうやってさ、移動できてね、できるよね。こんなかこう取ったりなんか、まあ取る場合はさ、暑いからさ、まあ自分の場合のアルコールとか固形燃料の場合はさ、なんつうの、300円とか何百円とか売ってるペンチみたいので、挟んで、こう、取る方式の方がいいね。中から挟んで取る。うん。結構いいなと思って、今日たまたま帰り道、セリアさん行ったら、もうこのやつのタイプ買おうかなと思ったら、一つしかなかったんですよ。たまたま良かったです。自分は。で、まあ、本当は、上になんか焼くものこういうつけようかなって、まあね、このままでもいいし、ね、四角いバーベキュー用のさ、ちっちゃいソロ用の網でもいいし、鉄板でもできるよ、それはそのままでも。だけどなんか不安定なりそうだから、なんかこういう風な、こういう風な、この上に、なんつうの、火起こし器の蓋に収まるようなものがあればいいなと思って、ちょっと探しに行ってました。まあ前に、まあダイソーさんで買ったんかな。
まあ、ミーツさんで買ったかわからないけど、あの、これと同じようなサイズの、よくさ、油が余ったらさ、入れるやつ、オイルのポットっていうやつ、それもさ、なんか、なんつうの、上蓋の間にさ、穴が開いてる、まあ、こんなような穴開いてるさ、中蓋みたいなのあるよね。それももしかしたら入んじゃないかと思うんだよね。だけど今回はちょっと、なんかこういう風な流し台ゴミ受けっていうのは、キャンドゥさんの言ったら、あ、なんかいいのがあると。なんか、まったいらじゃなくて、こういう風に、ね、灰皿的っていうかさ、この深さ、この入れられる、こういう風に、ポンって入るやつ。それがちょっと欲しかったんですよ、自分は。こういう風に。なんかいいなぁと思って。まあ自分は、これでちょっとさ、今度、うん、晴れて、ソロキャンプ飯で作ろうと思うの？焼肉やろうと思うときにこれ使おうかなと思ってます。なんかいいなーって、なんか、かっこいいなーって感じでさ、自分で。まあね、今はいつも通りさ、ね、1、2、三角トライアングルしてさ、固形燃料したりさ、アルミ缶で、ね、燃料系、ね、アルコール入れて、それで、焼いたりしてたけど、なんか、これいいなぁと思ってさ、この二つでさ、いいなぁと思って。一つでもよかったよ、確かに。いろんな方法できるわ、この火起こし器。反対にして、ね、焼くこともなんかできそうだし、ね、こっちだってね、両面使えるよね、なんかね。これ、いいね、火起こし。うん。だけど僕は、ね、これの上に、ちょっとこんなのを見つけてきたんで、ゴミ受け流し台っていうやつ。うん。この、キャンドゥさんにあったやつ、うん、なんかいいなーと思ってさ、はいと言ってこの中にね燃料系統のやつね、まあ中にさ受け皿入れないとさやばいけどさ、まあ入れる、自分は皿置くけどね、小さいの、その上に固形燃料とかさそういうの置いて安定させて、はいスポンね、こんな感じね、ほらぴったりだよ、ちょっと水だけどさ近くていくよ、はいスポンね、まあ、反対側見ても、はい、スポン。横からも、はい、スポン。ね。いいね。ブレもあんまない。で、このね、取っ手で取れる。ね。ちょっとさ、カメラが近いんですいません。ね。ほら、取っ手で取れる。便利だね。こうやって。ね、取っても。で、こっちの方のね、火起こし器の方もちゃんとこういう風なついてる取って、ね、すぐこう持ってね、洗いたいなんだできるよね。なんかいいなーと思って自分は、うん、ちょっと考えて買ってきました。まあ今日はね、紹介だけで、ちょっとこんな感じいいかなと思って、一応、撮ってみました。それじゃあ今日は、こちらの、セリアさんで買ってきた、火起こし器と、キャンドゥさんで買ってきたこちら、流し台ゴミ受けの2点で、もしかしたらと思ってこうやってね焼けるんじゃないかと、うん、まあ自分は考えたんですけれども、まあそんなような紹介ですね。まあちょっと試しに明日でももしできたらいいなと思うんですけども、なるべくやりたい時にまた動画流したいと思います。今日はまあこんな感じでしょうね、うん、いいですよ結構、ほらピタッとちょっとブレンクかなとか、あとはちょっと中途半端にこういう風になんかはまんないかなと思ったけど、ぴったし入ります、うん、こんな感じでパチンと、うん、まあ、今日はこんなような火起こし器と、流し台ゴミ受けを合わせて、ね、一体化みたくできるという、ね、このカキーンという音になっちゃうけど、そんなような紹介でした、それではご視聴ありがとうございました。もしよかったら登録よろしくお願いします。それじゃあ失礼します。